はい、では今日は桃の花を生けていきたいと思います。はい、今日の花材はイオンで買った桃のお花と、ガーベラと菜の花のブーケを買ってきました。398円でした。ではこれで生けていきたいと思います。お、花瓶はこんな感じの20センチぐらいの高さの花瓶を使います。で、お花なんですけど、これあのセットで売っていた桃の枝、はい、2本あります。で、あと菜の花とこちらピンクのガーベラです。で、女の子のお祭りにぴったりの綺麗なお花です。で、桃の枝はこんな風にまっすぐになっていて、すごく素直な枝で女の子の桃の節句にぴったりだと思います。で、まずこの桃のお花ってすごく可愛いんですけど、こうつぼみがついてます。ここあんまり触るとポロポロ取れちゃうので、取れないように気をつけながら、こういうもう枝のこう芽が出ているところ、なんかイボみたいに見えちゃうので、これをきれいに取っていきます。こんな感じで丁寧に取っていきます。そうするとこのイボイボがこうなくなって、こうなんかこうすっきりしてきれいに見えるんですね。なのでこれを丁寧にこう取っていきます。はい、こんな感じで取っていきます。うまくまっすぐこう枝を立たせたくても、立たないときは瓶の口のところにこう枝をですね、こう少し割って、ちょきちょきと割って、ハサミで切って割って、こう瓶の口にこんな感じでギュッとこう橋渡しをしてあげる。よいしょ。今ちょっとギュッと入れたので、こうしっかり橋渡しができたんですけど、こんな感じにして、そして枝を入れるとしっかりこう割とまっすぐ立つので、こういうこういう技も使って枝を立たせるという手もあります。で、どの枝をメインに使おうかなんですけれども、今日はこの枝が一番花つきが良くて綺麗なので、この花を立たせたいと思います。はい、こんな感じです。そしてこの口元に菜の花とガーベラを入れていきたいと思います。で、菜の花結構木がしっかりしていて、しっかり立ちそうなので、ここを斜めに切ります。よいしょ。そして桃の花とこう噛み合わせるような感じで入れていきます。はい、まっすぐ立ちました。ちょっと斜めから見える。
大体入りましたかね。はい、こんな感じしながら少しこうしならせても大丈夫です。そしてこう、まあ、こんな感じでそーっと入れてあげると入りますね。そしてガーベラはこの足元にこうお花の足元にこう入れたいと思います。この辺に。まあそうするとあのまっすぐな桃の枝が引き立つお花になるかなと思います。こんな長くなくてもいいですね。短くこう菜の花よりも短く入れたいのでこんな感じでしょうか。よいしょ。全体ちょっと整えたいと思います。